笑うと、島崎和歌子になる桜井日奈子はバラエティ向き？岡山の奇跡と言われ10年。このところ、桜井日奈子、27、の評価がうなぎ登りだ。地元岡山で開催された、岡山美少女、美人コンテストで、美少女グランプリに選ばれたのは2014年のこと。デビュー当時は、岡山の奇跡と呼ばれて話題になり、今年9月には、デビュー10周年を記念する写真集の発売も決定。初の水着ショットに挑戦し、大人の魅力満載のようだ。現在、ドラマ、95に、主人公、高橋海人の姉役で出演。女優としても活躍しているが、昨今はバラエティで見せる自然体のキャラクターに注目が集まっている。25日深夜、2件目どうする？つまみの話、テレビ東京系の時を松岡正弘と博多大吉との飲みトークで、めちゃくちゃ美味しいとか、楽しい。という、素直なリアクションの豪快な飲みっぷり食べっぷりで、おじさん二人を瞬殺していました。大吉が桜井沼にハマってますといえば、松岡もこの子をつまみに飲めるとニッコニコでした。TV ウォッチャー。酒が進むうちに桜井が今まで一回もオーディションに受かったことがなくてと悩みを告白。桜井は1997年生まれで、同い年に人気女優が多く、その中でうずもれてしまっているというのが理由のようだ。飯豊まりえちゃん、玉木ティナちゃん、今田美桜ちゃんも多分同じだった気がする。黒島結菜ちゃん、杉咲花ちゃん、ちょっと多すぎない？と、おじさんに愚痴をこぼしていた。桜井は笑い方も豪快で、松岡に、笑うと、島崎和歌子になると何度も注意されていた。本人はずっと清純派でやってきたそうで大吉は、こんな人とは思わなかったと驚いていた。だが、桜井は明るくて陽気で、サバサバしている、元が、むしろ魅力的な逸材なのかもしれない。激レアさんを連れてきた。テレビ朝日系で、産休中の弘中アナに代わって、進行役を務めたが、好評につき再登場したほど。ドラマより、むしろバラエティ向きということかも。